五国帝から1984年6月6日は中華民国の政治家。字はそばの。五国帝は幼年時代から神道と謳われ、3歳で塾に入り、5歳にして北京の大公領求小学などに入学している。1914年に天津南海中学に進学して優秀な成績を上げ、また州恩来を会長とする。 経営業学軍会に加入して州と親しく交流した。1917年、北京聖火学校に入学し、4年後に卒業すると、アメリカに留学して、アイオワ州、グリネル大学で、経済学学士号を取得している。さらに、プリンストン大学に進学して修士号を取得し、1926年には、博士論文、中国古代の政治理論で、哲学博士号を取得した。 1926年秋に帰国すると、五国定は、上海政治学校で教官となり、その翌年には、チャンス特派交渉委員公所で、秘書兼交際課長に任命された。1928年に、南京に移り、外交部第一市副市長兼条約委員会委員に、起用されている。その後観光へ親戚を訪問した機会に、クレは、当時の武漢政治分会主席理想人に、 財務、税制の全面改革案を提出した。理は、この提案を評価して、クレオ、古北園主、治税務局長として抜擢したところ、税収は改革執行前の5倍にまで上昇している。1929年6月、観光特別市政府の参事、土地局長、財政局長に任ぜられ、1931年5月には、 古北省政府委員権財政庁長に昇進した。1932年6月、第4次中国共産党総統作戦を展開していた小解析から、ご国定は個人秘書として昇聘される。ごは、小のために、伝聞や講話の現行基礎、情報、資料収集などで顕著な有能さを見せ、その信任を得ることになる。数ヶ月後、葬資文により、 高生省、運局に移動させられ、遠税の整理にあたる。1933年11月、湖北省政府委員に復帰して、観光市市長に起用された。後は特に治水事業や公園建設に注力し、1935年夏の水害の際は自ら人頭指揮をとって、被害の拡大を防止している。日中戦争勃発後も暮れは引き続き、観光市長を務め、 軍の広報勤務に精力的に従事している。武漢陥落まで前線への支援と民衆の撤退のため現地に残留した。その後、五国帝は重慶に移り、小解析から国防最高委員会政務所所長に抜擢される。9ヶ月後には重慶市市長に起用され、戦時における同志行政を一手に引き受けた。重慶はたびたび、 日本軍の空襲を受けたものの、後が市長就任後に急速に整備した防空壕地下室などのおかげで死傷者は軽減されている。しかし1941年6月5日に日本軍の空爆を受け、不備のある防空壕へ逃げ込んだ重慶市民が多数窒息死するという事件が起きてしまう。この事件の責任を取ってくれは辞表を提出したが、 しばらくそのまま留任させられた。1942年12月、クレは外交部政務次長に移り、部長、総資分の戦時外交を補佐することになる。当時の総資分はアメリカに常駐状態であったため、国内に泊まっていた後が事実上国内外務官僚を統率し、膨大な外交活動を停滞させない、事務手腕を振るった。1945年8月、語国定は、 中国国民党中央宣伝部長に移り、翌1946年5月には、上海特別市市長に起用された。後は、上海の戦後復興に取り組もうとしたが、間もなく、国境内戦が勃発して、戦費調達に奔走させられ、呉の手腕をもってしても、資材制の崩壊を食い止めることはできなかった。さらに、禁煙権等の発行においては、呉は、 小解析らを何度か監視したものの帰り見られることはなかった。つどつど辞表を提出した後だったが、結局は4人をもって帰がたかったようで、内戦で陥落間際の1949年5月5日まで市長に留任している。辞任後間もなく家族と共に台湾に逃れた。台湾に移った後国帝は1949年12月に人生の後任として、 台湾省政府主席権保安司令に就任した。翌1950年3月には台湾省反共保民運動委員会主任委員に任ぜられ、1952年10月には国民党中央常務委員に選出されている。後は財政と税務の整理に努めて成果も上げたが、次第に小解析、小警告府氏が強権を振るうことに反発を覚え、 少府市と対立するようになった。1953年5月に小政府主席を辞任した後はアメリカのイノイ州に移住し、以後は少府市の独裁体制を批判する言論を何度も公表した。その結果、1954年3月に中国国民党において除名処分を被っている。1978年12月より中国が 改革開放路線を開始すると、ご国定は、信仰のあった森立寺、そして周恩来の妻、東栄町の将兵もあって、中華人民共和国建国35周年の機会に、帰国準備を進めた。しかし帰国は果たせることなく、1984年6月6日、ジョージア州サバンナで病没した。去年82、ありがとうございます。